いらっしゃいませ。あ、久しぶり。元気だった？そっかそっか。うん、今空いてるよ。メンテナンスしてく？わかった。じゃあメンテナンスする耳かき見せてもらってもいいかな？ありがとう。1,2,3,4,5,6,7,8本ね。了解。これは綿棒の方はどうする？もう結構使ってるから交換していこうか。うん、本数は3本。はい、ちょっと待ってね、メモしていい？ピンセット1本、竹の耳かきも1本ね。螺旋が3本だね。ステンレス1本。光る耳かきが1本。で、綿棒が処分で3本新品に交換で。ということで、1,2,3,4,5,6,7,8本で、新しいの3本だから、全部でじゃあ10本になるね。時間の方なんだけど、8本だと20分から30分もらっても大丈夫かな。うん、ありがとう。じゃあそれぐらいで。どうする？待ってる？うん、じゃあ早速やっちゃうね。使い心地は、うん、悪くない？よかった。じゃあ最初竹の耳かきからメンテナンスしていくね。ちょっとここ割れてるね。うん、じゃあ最初ヤスリで削っていくね。先っぽがちょっと削れちゃってるね。うん、でもヤスリかければまだ使えるから大丈夫だよ。この耳かきも使って長いもんね。うん、もうすぐ1年ぐらい経つもんね。本店の部分もゴミがすごい溜まりやすいから、でもね、乾きづらいよね。優しくだから日頃は洗ってあげてね。ところ削っておいたからね。じゃあ次ピンセットは、うん、
挟む力は弱まってないからボルトを締め直さなくて大丈夫だね。うん、ライトの方も大丈夫。刻印されているところの間のゴミも爪楊枝で取っていくね。案外ここにゴミ溜まりやすいよね。次は螺旋耳かきをやっていこう。螺旋耳かきさ、一番ゴミが溜まりやすいよね。でも日頃からお手入れしてるね。状態がどれも綺麗だから。ちょっとゴミ溜まってるね。
次が螺旋の最後だね。これもね、こまめに磨いてあげると光って綺麗に見えやすいから、うん、全然ティッシュとかでもいいと思う。最後は光る耳かきをお掃除していくね。これは中を取って、中の方も頻繁にお手入れしてるね。うん、すごい綺麗だから、そんなにこっちも掃除しなくても大丈夫だね。最後に全部消毒していくね。
新しいのも3本だね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、うん、10本だね。はい、じゃあ、はい、じゃあ今日のマイテナンスはこれで終わり。うん、また何かあったり壊れたりしたらいつでも来てね。じゃあまた待ってるね。ありがとうございました。